はい、西田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプのリペアと販売をしております。 YouTube の動画では主に販売のアイテムのご紹介の思想動画や、そして技術的なトーク、作業の模様を一部お見せしております。さあ、そんなわけでですね、今回は販売のアイテムのご紹介です。こちら、フェンダーのチャンプ2ですね。1980年代初期ポール・リベラが関わっていた頃のフェンダー製品で、まあ、その中のラインナップでは一番小さいサイズのものです。従来のチャンプと違って6V6 が2本のプッシュプルで 15W、 スピーカーは10インチと、まあ、若干パワーアップされています。まあ、言ってしまう と、リバーブとビブラートのないプリンストンリバーブみたいな大きさ感といったところでしょうか。はい、まあ、プリンストンよりは、ね、ちょっとちっちゃいですけれどもね。で、ボリューム、トレブル、ベース、そしてマスターボリュームといったってシンプルなコントロールです。これのワンランク上のモデルとして、あの皆さんご存知の、スーパーチャンプがある、そんな感じですね。で、こちらの方がね、シンプルなので出音がストレートでこうちょっと速いような印象も受けます。そしてこれ、特筆すべきところはスピーカーがですね、 JBL の、K110 というモデルに乗せ替えられています。JBL の K110 というのはこうアルニコマグネットのモデルでして、割とこうなんでしょうね、あの歪みとも相性いいし、クリーンもバッチリといった感じのユニットです。まあ、うんちくは置いときまして、この後弾いてみたいと思います。どうぞ。いかがでしたでしょうか。こちら現在販売中です。在庫状況、そして価格などは動画の概要欄からご確認いただければと思います。皆様のお問い合わせ、思想大歓迎です。お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。またそれでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。